うわ、なんだい？大丈夫か？今カラスが石をくわえてあなたの窓にぶつけていたわよ。はあ、バレバレな嘘をつくね。こんばん、うざがらみ夫婦、ミステリー案内人です。今日は嫌な夫婦が出てくるお話なの？はい、あの殺し屋のシュクレが最低な夫婦に嫌がらせをたくさんされるお話です。私はその夫婦が心配になってきたわ。殺し屋に嫌がらせをしても絶対にいいことにはならないもの。一体どうなってしまうのか、早速見ていきましょう。ふう、これで全部だね。僕はシュクレ・ハレイソン。今日は任務のため購入した一軒家に引っ越してきたばかりだ。さあ、ご近所さんとも揉めないようにいろいろと挨拶回りをしないと。僕は手土産を抱えて隣のご近所さんに一軒一軒挨拶。みんないい人そうでよかったと思っていたんだけど。はい、ゴーレ、なんでうちには挨拶に来ないんだよ。はあ、あの失礼ですが、どちら様でしょうか？向かいのアパートに住んでるマシマだよ。この辺りは俺が仕切ってんだ。挨拶に来ねえとはいい度胸だな。それは失礼しました。両隣の一軒家の方だけでいいかなと思っていて。言い訳はいらねえから、さっさと挨拶で配ってる手土産をよこせ。あ、ちょっと一軒家に住んでるんなら金もあるんだろ。ケチケチしねえで最初っから配れって。な、これが俗に言う小敷根性ってやつか。こうしてマシマは僕から乱暴に手土産をひったくって消えていった。その後ご近所さんから聞いたんだけど、どうやらあのマシマとその妻はこの辺では要注意人物らしい。おそらくこの一軒家に住んでいる区域の人たちは富裕層だから、さっきみたいに何かと難癖をつけられているのだろう。まあ一応挨拶も済んだし、今日はよしとするか。こうして一通りの荷ほどきや挨拶も終わり、ゆっくりとしていた僕。あれ、誰だろうか。そんな時、まだ知り合いもほとんどいないはずの僕の家に誰かが来たんだ。はい、あなたは？どうもこんにちは、向かいのアパートのマシマです。ああ、どうも。昨日は主人に手土産をくれてありがとうございます。すごく美味しいクッキーだったようで。いえいえ、お気に召したなら何よりです。なんだ、奥さんは普通じゃないか。奥さんがわざわざ手土産のお礼を言いに来てくれたのだと思ったが、その考えは間違いだった。それで私の分は？それはどういう？だから私はまだあんたからご挨拶の手土産をもらってないでしょうが。でも旦那様には渡したので。あなた失礼な人ね。私たちはこの辺りを仕切ってる真島夫婦なのよ。夫婦それぞれ一つずつ手土産が必要でしょうが。さっさと持ってきなさい。はい、奥さんも噂通りやばいな。こうして僕は真島さんの奥さんにも同じ手土産を渡すことに。あら、どうも。それじゃあ今後もよろしくね。はい。本当にヤバい夫婦だな。はあ、想像以上のズーズーしさだね。これでちゃんと夫婦二人に挨拶したし大丈夫のはず。あ、別の仕事の時間だ、行かないと。だけどこの時の僕は真島夫婦の本当のヤバさをまだ体験していなかった。はあ、今日の仕事は疲れたねって。お前もう帰ってきたのか。どうも、お邪魔してますわ。人の家で勝手に何してるんですか。
なんと別の仕事から帰ってくると、マシマ夫婦が僕の家で勝手にピザを食べたり、ビールを飲んだりしていたんだ。その言い方はなんだ。俺たちはお前の引っ越し祝いをしに来てやったんだぞ。そうよ。わざわざ家に来てピザまで焼いてあげたのに何よ。いや、そのピザは僕が買っていた高級ピザ、それにビールまで。それよりどうやってこの家に入ったんですか？はぁ？普通に鍵が開いてたじゃねえか。だから入っただけだ。そうよ。それに引っ越し祝いをしに来ただけなんだから、私たちは何も悪くないわ。鍵は閉めたはずだ。ピッキングで勝手に開けたんだな。すみませんが、これは不法侵入です。勝手に家に入るのは今後はやめてください。さすがにこれは許せないと思い、僕はしっかりと伝えることにした。だけど、マシマ夫婦に常識などは通じなかったんだ。お前、誰に向かって言ってんだこれ。私たちはこの辺りを仕切っているマシマ夫婦なのよ。引っ越し祝いをしに来たっていうのに失礼なやつね。いや、これ以上ここに居座るのなら警察を呼びますよ。てめえ、俺らに逆らうって言うんだな。もういいわ。こんな立場をわきまえない新参者は放っておきましょう。言葉の通じない人っていうのはどこの世界にもいるもんだな。こうして僕は強気な態度でマシマ夫婦を家から追い出すことに。お詫びにこれもらっていくからな。これだけで勘弁してあげるわ。嘘だろ。だけどマシマ夫婦は出ていく際勝手に僕の私物を持っていったんだ。まさかあそこまでヤバい人たちだったとは。まあ、あれだけ怒ってたし、もう僕には関わってこないだろう。こうして、マシマ夫婦のヤバさについて十分に理解ができた僕。だけどどうやらマシマ夫婦に反抗したのは間違いのようだった。これはなかなかにいい車じゃないか。それは、マシマ夫婦と言い合いをしてから数日後のこと。僕はその時仕事用で購入したピカピカの大きな新車を眺めていた。せっかくだし、一人でドライブでも行こうかな。うわ、なんだい？大丈夫か？今カラスが石を加えてあなたの窓にぶつけていたわよ。はあ、バレバレな嘘をつくね。家の窓を石で割られた僕は、犯人が誰かは分かりつつも家の中に入って確認をすることに。窓の割れた位置、石の大きさや場所などから軌道を考えると、向かいのアパートから投げられたものだね。やっぱりマシマ夫婦の仕業だ。どうやらマシマ夫婦は僕に対して徹底的に嫌がらせをするつもりのようだった。きっと自分たちに歯向かう僕をこの家から追い出したいんだろうね。任務のためにこの家から離れるつもりはなかったけど、僕はそれよりも気にすることがあったんだ。あの車、外に置いているより駐車場の中に隠しておいた方がいいね。駐車場の小窓を塞ぐ木材も買ってこよう。僕は石をぶつけられないように新車を駐車場の中に入れ、いろいろと対策をした上で、さらに近くのホームセンターへ必要なものを買いに行くことに。これはまさかここまで早いとはな。だけど僕がホームセンターに行っている20分の間に駐車場は壊されて新車はなくなっていたんだ。これは大変なことになったね。犯人は分かりきっているから、現場検証やら何やらは全て警察に任せることに。ここまで見ていた君たちはきっと僕がマシマ夫婦からやられっぱなしだと思っているだろう。実はここまでの流れは全て僕の計算通りなんだ。一体どういうことかって？僕の新車を盗んだマシマ夫婦の様子を見ればわかるよ。
やっぱ新車は最高だな。私たちに逆らった報いよ。ドライブを楽しんだ後はそのまま海に落として廃車にしてやりましょう。それはマジで面白すぎ。突然どうした？って、うわー！ちょっとあなた、前見て。はい、もしもし。はい、はい。はあ、そうですか。わかりました。すぐ伺います。車を盗まれて数時間後、僕は警察から電話を受けて病院へ向かうことに。てめえ、何しやがった！あんたの車のせいで私たちは、病室では、マシマ夫婦が入院していた。二人は僕から盗んだ新車で事故を起こし、一命は取り留めたものの、一生歩けない体になったのだ。僕が何かしました？あなたたちに車を盗まれただけですよ。嘘つくんじゃねえ！あの車の中に化け物を飼っていただろう！そうよ！あんたが呪われていたせいで私たちは事故ったの。あんたが責任取りなさいよ！どうやら突然車に化け物が現れて二人は事故ったらしい。だけどそんな話が警察や僕に通じるわけがない。警察が押収した僕の車には化け物なんていなかったらしいですよ。そんなわけねえ！あんたは絶対に許さない。僕の家に勝手に入ってピザを食べたり、物を持って帰ったり、石を投げたり、車を盗んだり。警察からまだ詳しいお話を聞いていないようですね。許さないのは僕の方ですよ。なんだと？どういうことよ。今後あなたたちは一生車椅子生活。盗難の証拠もあるから警察に捕まるのも確定。この後には地獄しか待っていないということですよ。ふざけるな。てめえ、被害届出したらどうなるか分かってんだろうな。そうよ。もしそんなことをしたら、あんたを地獄の果てまで追いかけて復讐してやるわ。はあ、こんな状況でも威勢のいい真島夫婦に呆れつつも僕は言った。僕はもうあの家からは引っ越しますし、お互い会うことはないでしょう。ただもしこれ以上僕と関わるというのなら、あなたたちに今以上の生き地獄を味合わせますよ。じゃあ僕はこれで失礼します。残りの人生頑張ってくださいね。こうして僕はそのまま病室を後にした。失礼します。シュクレガー。それで結果は？依頼通り事故で処理することができましたよ。マシマ夫婦はどちらも下半身麻痺で一生車椅子生活。警察にも捕まるでしょうし、ある意味死ぬより辛いでしょう。そうか、素晴らしい仕事に感謝するよ。そう、僕の今回の任務、それはマシマ夫婦を地獄に落とすことだったのだ。あのマシマ夫婦は近所でも有名で問題ばかり起こすトラブルメーカーでした。自分たちよりお金を持っていそうな家に勝手に入っていろいろと金目のものを盗んだりとね。だけどそのご近所さんたちは警察沙汰も面倒だから多めに見ていたということが。はい、それでマシマ夫婦は自分たちがあの地域を仕切っていると勘違いした。救いようがないの一言に尽きるという感じでしたよ。被害者は妹だけではなかったということだな。マフィアのボスのあなたのような大物から妹さんの復讐として依頼を受けた時は驚きましたけどね。どちらにせよあの夫婦はいつかは誰かに復讐されていたと思います。妹は恨んでいないようだったがな。俺が許せなかったからよかったよ。
今回の依頼主は裏社会ではそれなりに名の知れたマフィアのボス。実は真島夫婦は以前に富豪たちから盗んだ車でこの依頼主の妹さんをひき逃げしていたのだ。俺の妹は小さい頃に親戚に養子に出されていてな、あくまで一般人として生活していた。危険な目に遭わせまいと俺はなるべく関わらないようにしていたのに。真島夫婦のせいで片足が麻痺になったんですもんね。ああ、警察は証拠がなくて真島にたどり着けなかったが、俺の部下や裏社会のコネで犯人が真島だと分かったんだ。でも真島夫婦に妹と同じ目に遭わせてくれとどうして僕に依頼したんですか？あなたたちならあの夫婦を簡単に殺すことはできただろうに。実は僕は今回ターゲットを殺してはいけないと言われていた。あくまでも依頼主の妹さんのように一生歩けない体にしてほしいと言われていたのだ。妹の復讐で俺が人を殺したと知ったら妹は俺に対して怒るだろうからな。なるほど。マフィア組織のボスも妹に対する好感度は気にするというわけですね。まあな。それに同じように一生歩けない体にしようとしても俺たちはすぐに殺しちまう。俺らは殺す方が得意だからな。だからプロのお前に任せたってわけだ。殺さずに同じように復讐するのはなかなかに難しかったですけどね。でもお前は完璧にやりきった。よかったらどうやってマシマたちに近づいて復讐したのか教えてくれないか。簡単なことですよ。こうして僕は依頼主に僕の仕事の手順を説明した。まず僕は真島夫婦がターゲットにしているという富裕層が住む住宅街に一軒家を購入。それから真島夫婦が僕に執着するよう少しずつ誘導しました。執着するように誘導ってどんな風にだ？相手の家に押し入っては食事をたかり、物を盗むこともあるという情報をもとにわざと家の鍵をピッキングで開けやすいようにしたんですよ。なるほどな。そしてわざと真島夫婦に反抗して僕に執着させたところで彼らに餌を与えることにした。それが例の大きな高級車だ。どうして真島夫婦を釣る餌が大きな高級車だったんだ？真島夫婦は決して給料がいいとは言えず生活はギリギリ。車も中古のボロいやつを何年も乗っていてコンプレックスがあるのは目に見えていた。だから目の前で新車をぶら下げれば食いついてくるのは必死だと思ったんです。そこまで情報を仕入れて誘導するとはさすがだな。案の定真島夫婦は僕の車に執着し始めたと気づきましたよ。僕が新車を見ている時に石を投げてきたんでね。それでどうしたんだ？盗みを働いたことがある人間なら頑張れば壊せるだろうというくらいのギリギリのセキュリティを駐車場に設置してわざと真島夫婦に車を盗ませたんです。うん、いいね。順調に高速に乗ったようだ。そろそろ使おうかな。そして僕は車に設定していたカメラで真島夫婦のドライブの様子を監視。関係のない一般人まで巻き込んでしまわないようタイミングを測り仕掛けを作動させた。えい！突然どうした？って、ちょっとあなた、前見て！なるほど。それでお前は一体何を使ったんだ？車の後ろに仕込んだ遠隔操作式のゾンビ人形ですよ。僕がこれまで葬ってきたターゲットたちを剥製にして作ったものでね。なかなかにリアルだったと思います。マフィアのボスの俺でも怖いだろうな。でもどうして人形にしたんだ？事故を起こしたいのならブレーキに細工するとか他にあっただろう。
車自体に細工したら警察にバレますからね。それにゾンビ人形の方が今後も車に乗るたびに怖くなるトラウマも与えられると思って。やっぱりプロの殺し屋は怖いな。ゾンビ人形とカメラは遺体回収専門の業者に連絡を取ってすぐに回収してもらいましたよ。警察が来る前の一瞬だったから証拠も残ってない。あくまでの偶発的な事故として処理したってことか。話が聞けて面白かったよ。ほら、報酬だ。どうも。こうして僕はマフィア組織のボスからの依頼を無事に完了させることができた。こうやって見てみても本当に怖い顔をしているな。君はこれから様々な使い方ができそうだし、頼りにしているよ。まさか一連の流れが全てシュクレの思惑通りとは驚いたわ。本当ですね。プロの殺し屋は一歩先、さらにその一歩先と読んで行動しているということが分かりました。みんなは普段から人に嫌がらせをしたりはしないようにね。もしかしたらその相手が最初からあなたを狙った殺し屋かもしれませんしね。それじゃ、バイバイチーン。はい、もしもし。ええ、何？事故に見せかけてターゲットを下半身麻痺にしてほしい。なるほど、詳しく話を伺いましょう。早速また君が活躍しそうな案件がやってきたよ。それじゃ、行ってくるね。